大阪市北区に本社を置き、 JR 西日本エリア内の主要な車両基地を拠点に、鉄道車両のライフサイクル全般にわたる事業を展開される株式会社 JR 西日本テクノス様。鉄道車両の保守・メンテナンス事業を中心に、車両に関わる開発・設計・製造・改良を自社で一貫して行っており、鉄道の安全と進化を目指して、鉄道利用客や社会の多様化するニーズに応えるべく、新たな製品やサービスを提供されています。この度、車両メンテナンス用工具の管理業務において RFID を活用した管理システムを構築され、その中で電装ウェーブの UHF 対 RF タグ高出力ハンディスキャナー SP1 と Android 搭載ハンディターミナル BHT1800 をご採用いただきました。多くのですね、人命を扱う鉄道事業というのを我々、仕事でやっておるんですけども、最優先とすべきはですね、鉄道をご利用されるお客様の安全が最優先でございます。弊社ではですね、 JR 西日本の約5000両以上のですね、在来線車両のメンテナンスを行ってます。車両メンテナンスは日々いろいろな工具多数扱いますので、万が一ですね、車両に置き忘れたりした場合にはですね、それが落出したりお客様に怪我させるなど重大な事故につながりかねないという器具があります。我々の仕事の中でですね、工具の管理というのも非常に大事な仕事の一部であるというところで、従来ですね、工具管理は現場の作業者による目視で行ってたというのが現状です。従来はですね、形跡管理、世の中姿見管理とも申しますが、スポンジにですね、型取ったり線で、工具の絵描いたりしたものを等ですね、紙によるチェックリストをアナログ的な管理を行ってました。これはですね、作業者は当日作業前と作業後最低2回、工具が全てあるかどうかの確認をしています。でチェックリストに記入した中身そのものがですね、正しく管理されているかというのも管理者がですね、そのチェックリストを見て、ダブルチェックという形をとっていました。でまたですね、工具管理が正しく行われているのかというところも管理者がですね、現場巡回も適宜行っておりまして、労力をかけて行っていたという現状でございます。限られた人員と時間の中でですね、人の注意力のみに頼るアナログな管理っていうのは業務の負荷が非常に高いということとですね、人的ミスにより工具を置き忘れてしまうというリスクが大きくありました。未だにですね、人の注意力に頼り切った管理体制というのでは問題であるという認識のもとですね、工具管理をですね、最新の技術を使って見える化するシステム構築が必要だと考えました。まず本システムで目指したのは、工具管理の見える化による安全性の向上、それとシステム化による業務効率化です。市販のシステムでは車両基地の外で使えないことであったりとか、大規模な設備工事が必要になることから、物品管理システムに知見のある富士通株式会社様の協力のもと、独自のシステムを開発することになりました。どこでも容易に導入増設ができるように、可能な限り無線通信などの汎用技術を活用しようということになりました。その結果、非接触でデータ更新ができ、汚れに強く、また複数の一括読み取りが可能な RFID 技術を採用するに至りました。車両基地内の鉄道車両のメンテナンスでは、工程ごとに敷地内を移動する車両に合わせて作業者も工具も移動することになります。また他の拠点へ出張工事へ工具を持ち出すこともあるので、持ち運びが簡単で設置場所を柔軟に変更できるハンディタイプであることを RFID の採用要件としていました。採用する端末を検討する中で、電装ウェーブ社様の RFID リーダー SP1 は読み取り速度、距離の性能が優れていて、ハンディターミナル BHT1800 との組み合わせは端末間の通信の安定性が高く、業務端末ならではの防水性であったり防塵性といった堅牢さ、そこも評価できました。また Android 端末ならではのアプリ開発環境の自由度も高く、今回のシステムの利用に最適だと判断しました。このシステムはセルフレジのような形態
持ち出し返却をですね、作業者自身に行わせております。工具を1点ずつ確実に認識することで、物に対する意識付けをですね、システムによりサポートします。でセルフレジ形態での RFID リーダーの設置のしやすさとですね、読み取りやすさを追求した結果、本システム専用のですね、画台を制作しまして、それにより一品一品確実に持ち出すという方式にいたしました。これによりですね、定置形態の両方に簡易に対応できるようになりました。システム機器の設置場所を柔軟に変更できるために最適な環境づくりが可能です。工具管理システムは現在弊社下関支店で稼働しています。車両基地だけじゃなくてですね、遠隔地に持ち出した工具の情報も下関支店内の大型モニターでリアルタイムで映し出しております。全社員が工具管理に注視できる環境を実現しました。工具管理にかかる人的負荷とですね、業務コストも大幅に削減できています。また工具の持ち出し返却の実績記録が残りますので、作業者ごとの工具の使用数とか未使用工具を定量的に判断できるようになりました。その結果、不要な工具を約3割削減するなど、効率的な工具管理を実現することができました。いつ誰が何をどこで確認したといった傾向も把握できますので、今後さらなる活用が期待できます。不対的な業務である工具管理がシステム化されたことで、メインのメンテナンス業務に集中できるようになりました。またシステムの導入にあたり、業務改善について社員間で議論を重ねたことで、全社的に工具管理に対する意識が向上したと感じております。この工具管理システムでは、他拠点の利用も今後広げていく予定です。記録される膨大なデータを分析することで、さらなる業務改善などの効果を期待しています。また自社のノウハウを生かした他社へのシステム提案についても今後検討していきます。優れた読み取り速度と距離を実現したデンソーウェーブの UHF 対 RF タグ高出力ハンディスキャナ SP1、 お客様の現場での課題解決と業務効率化に貢献いたします。